リリースイベント直後の楽屋からお届けしています。イエーイ。初めてツイッターペリスコをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフトをはちみつロケットです。今夜もはちみつロケットにお付き合いください。さーい。それではタイトルコールいっちゃいましょう。新しくなりましたからね。はい、いきますよ。はちみつロケットのはちからの当日に自分のね MC 当番も引き当てちゃうっていう、なんて運がいいんでしょう。めっちゃ見てるやん。ハリマレーナです。本当に今日は生誕イベント本当にありがとうございました。そしてあ、ちょっと今チューニングチューニングはい、そして今日はいつもに増しておしゃれに決めているファッショナブルガイの皆さん。スケカンミフです。あ、こっちだった。ミフです。よろしくお願いします。ガヤ一番。今ね、この瞬間にハリマ父が入ってきたからね。今日ね、今日入手するな。これはママが授業参加されるね。やばいやばい。参加しちゃうかもしれない。ガヤに、あ、ガヤに行く。ガヤに行きます。じゃらん。蛍光ピンク塚本空、よろしくお願いします。蛍光ピンク。あ、蛍光ね。じゃあガヤさん行きまーす。はい、ガヤさんさん。お高いパーカー花山翔でーす。やめなさい、やめなさい。スプリーム、高いスプリームね。高いね。なかなか高い。じゃあ4番行きます。ドフラミンゴピンク、海谷香乃でーす。ギラギラシルバー、君のマイカでーす。名前がダサい。7人揃って。何ハリレンジャー。なんでよ。ハリマキッズ、ハリマキッズだよ。ハリマキッズ、ハリマキッズ、ハリマキッズ。7人揃ってハリマチルドレン。大丈夫、この始まり方。私たちは今リリースイベントの直後です。はい、はい、さん、今日のリリースどうでしたか？そうですね、もうこんな幸せな16歳はないんじゃないかってぐらい本当に幸せ。あ、行けた。行けた。行けた。三線で弾いていただけますか？ファイシー麦わらの帽子の君が揺れた笑いで今ありがとう。ギター。あ、これママが作ったんだよね。ママが作ってくれたギター、本当にありがとう。ママ目の前とか。ママありがとう。本当だよって顔してるよ。ママありがとう。いつもありがとう。うん、いつも起こしてくれてありがとう。これからは自分で起きるように頑張ります。やばい、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 めっちゃ今やった。ハリマル負けないよ。ハリマル負けないよ。やばい、やばい。みんなの今日のリリーベどうでした？ね、ハリーゴールドよかった。ハリーゴールドさ、ハリーゴールドさ、いつものリリースイベントよりハリちゃんの力でめっちゃお客さんいっぱい来てくださって、うれしかった。後ろの方までバーっていっぱい来て、女の子もたくさん来て、そう、今日ね、すごいたくさん来てくれてね。ほんとに女の子が多いね。はい、この番組は先週から毎週月曜日夜8時の配信にお引越ししたんですが、2回目から早くも時間が違うというね、なんとも知らない。時間がルーズとかね、今日遅刻したもんね。そうだよ、遅刻したの。朝さんなんですか？謝って謝って。ほんとハリマに謝った方がいいよ。また今日ハリマ、ごめん、ハリマ代わりに謝って。そんないいの？ありがとう。待って、一緒に謝っていいの？ほら、謝ないと。なんで今日遅刻してきたじゃん。今日ごめん、すいません。寝過ごし、電車が気持ちよくて寝過ごしました。すいません。何聞いてくれ？麦わらの、何だよ、ちょっと何他に関わる？
じゃあ謝罪、あ謝罪曲じゃあ謝罪曲使って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  I'm sorry ウーウー終わり終わり終わりや帰ってきて本当にあのいいからもうたびは濃縮版ということで、はい、20、30分だけちょっとね配信したいなって思ってます。はい、はいはいはい、それにしても今日はハリマーデーじゃないですか。そうですね。改めて17歳を迎える気持ちはいかがですか。そうハリマーデーですかね。思ったハリマーデーハリマーデーサンデーマンデー、あ、月曜日じゃん。ハリマーデー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 歌でハリマーデーということで17歳、え、まだ私だけなんですよ。ちょっと聞いてるって言ったみんなコメントにもちょっとおいハリマンデーみんなコメント待ってまーす、待ってまーす、読んでるよ、読んでるよ。今日は17歳迎えるということでね、あのやっぱ16歳私が最後じゃないですか、86の中で。確かに、だからまあやっぱり花のセブンティーンのその代表格となるような代表格の選抜に選ばれるぐらいのハリマレナになっていきたいな。すごいお母さん真顔だけどもう見ないようにしてるからこっちもう視界に入れてないよ、ね、いやでもね頑張ってほしいですね。はい、頑張っていきたいと。いやでもすごくないよ、17歳がさ、もう今あのこれから始まるわけじゃん。そう、私2ヶ月後に17歳終わるんだよ。すごいよ、それもないですね。本当にね、面白いね。早生まれの得ってやつですね。そうですね。はい、はい、まあ結構みんなあの、ね、おめでとうって言って、あ、ほんと、ありがとう、まあ、メンバーのみんなももうちょっとさ、うん、ハリマにもうちょっとなんていうの、こういう、あ、まだ欲しがる、そう、まだ欲しがる、結構今、そうやつちゃん、バックなっちゃう、ハリチルとしてそう、そう、リンクリングとかさ、そう、なんかいないの、そう、あの、形としては、うん、ハリマを叩いてくれたんだけど、言葉でもうちょっと叩いてほしくて、まだ叩いてないじゃん、言葉でもうちょっと叩いてほしい、そうなんだ、そう、だから、今日は、この子私の独断と偏見で、やってしまいたいと思います。ミューベリア、ミューベリア、あ、ごめん、ちょっと違う。はい、いきますよ。みんな大好き、ハリマロン。じゃ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 はい、皆さん、そうですね、あの、どうぞ。はい、はい、はじめてロケットの皆さん、そしてね、あの、ロケットの皆さん、今から、ハリマレーナの偉大なところをね、どうした？偉大？偉大が前提なんだ。でも偉大なことだ。顔が偉大？おい大きさ？おい違う大きさじゃない。内面的にとか。あーなるほどね。そういうのも欲しい、やっぱり欲しい、やっぱ欲しい。だからね、どしどし語って欲しいし、あのコメントもね、あの欲しいですね。みふるちゃん可愛い。わっやったー、ありがとう。みふるちゃんにはまだ待って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 前歯が偉大なんですよ。イエーイ、ミューベリア。え、これ誰が今誰か誰が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 誰ハリマエバ、ハリマエバと森マエバ、あれ、せーの、あ、同じぐらいですね。偉大だね。私たち持って偉大ですね。偉大欲しかったんだね。偉大欲しかったね。自分もね。自分もね。はい。なるほどなるほど。じゃあね、改めて一人ずつ行っていきますか。そうだね。偉大なところ。どっから行く？じゃあ君のから行きますね。あ、お願いします。ハリマのあの君のブログでも何回か書いているんですけど、はい、ハリマの前に出れる自信、自分への自信が本当に素晴らしいなって思います。イエーイ、意外だ、ありがとう、自信がね。じゃちょっとカノンはいい言葉くれるから飛ばして、はい、オッケー、飛ばされます。飛ばされないよ。飛ばしてないから。すいません、今日遅刻してきたから。ねえ、いいよ、黙って。
れは。で、ハリマの偉大なところは、あの度胸があるところ。さっきも言った、さっきのリリーベでも言ったんですけど、このね、なんか本当はなんかすごいめちゃくちゃ考えて考えて考えて度胸をなんかつけてってる感じが素晴らしいと思います。イエーイ、ありがとう。次ではソラね。ソラピ大丈夫ですか？ごめんごめん、ギターちょっとね、ギター危ないから。ごめんごめん。やっぱハリマの偉大なところはやっぱ自分をしっかりプロデュースしてるところ。やっぱり本当は結構あのね、あのやっぱ作ってるキャラを作ってるところ、しっかりしっかりキャラをしてない。父が今思わず笑いました。今父がそうなんですか。やっぱでもそれでもやっぱり自分の立ち位置っていうか、その自分がこうするべきだっていうところに向かってただひたすらに突っ走っていってるところがすごいなって、偉大だなって思います。ハリマ偉大。ありがとう。偉大です、ハリマ。ありがとうございます。偉大です。じゃあ、ゆうちゃん、はい、あの自分の本音語ってくれていいんだよ。前までなるほど、そうね。オッケーオッケー、あるよ。はい、私がハリマが偉大だって思うところは、あの純粋にその自分の欲に素直なところかなって。あー、なんていうか、自分のこうしたい、ああしたいっていう欲ってさ、割とさ、周りの目気にしたりとかしてさ、ちょっと何もできなかったりするじゃない。でもそういうのをハリマは純粋な気持ちで欲しいってやるから、すごい見てても、あ、可愛いなってみんな思っちゃうし、すごい嫌な気持ちにならない欲の強さだと思うな。欲が強い、素直な、いいかも。結構じゃあ森さん、はい、いまーす。待ってるよ。元気走った。嫌な予感がする。ねえ、なんで。私割と今日6位だったから大丈夫。あ、そうなんだ。6位っていいの？6位。ハリマの偉大だなって思うところは、はい、広い心を持っているところです。優しい。なんか青葉、なんか聞いてくださいよ。聞いてるよ。青葉この間ハリマと喧嘩したのね。ハリマと喧嘩したの。で、ハリマと喧嘩したの。なんかすごい、なんか嫌、なんかもっと SNS 更新しないよみたいな、そんな喧嘩になったの。でも、アオバはもうハリマとずっと喧嘩してると思ってたのに、ハリマはアオバと喧嘩してると思ってなかったらしくて、相手にされてなかったの、アオバ。あ、無理で怒ってたもん。そう、なんでアオバ悪くないのに謝ってくるのって言ったら、ハリマは全然ね、アオバのことね、気にしてなかったの。それぐらいね、アオバがキレててもね、温厚に接してくれる、そんなハリマはとってもいい人だよ。ハリマ、いつもありがとう。ありがとう。やべー、友情の対応ができるよね。偉大だよ、ハリマは。顔がちっちゃく見えるかな。おい、褒めといてなって。待ってるぞ、待ってるぞ。最後にいい言葉。あ、なになに。ハリマの偉大なところでしょ。でも今日こうライブ見てて思ったんだけど、1曲目のマリーゴールドから見てて、こうハリマがステージに上がるとなんか本当に楽しそうにやってて、なんか、あ、アイドルっていいなって思わせてくれましたね。アイドルの 見本みたいな。あと笑っちゃうよ。自分がアイドルの見本。でもなんか自分で自分のことが自分が好きになったと言ってて、すごいこうファンの人のおかげで自分のことが好きになったってね。本当にアイドルとしてあるべき姿だなって思ったので、おっ、うん、なーって思いました。で、今日限定、今日限定。自分で言うのと言っとく。そう、やっぱ7人に言わないと。そうですね、みんなでお祝いしよう。そうですね、やっぱりあのそうですね、やっぱりあのこうやって自分がまあたくさん好きになれるところ、まあ私って結構すごいと思う。だってなんでか知ってる？だって私こんなにすごいね、親の目の前で聞いた。すごい、自分でも思った。親の前でこんなになんか自分を出したの初めて。親の前でこんなこと言ったことないもん。だから、え、なんか、え、でも本当に産んでくれてありがとう。本当に私って、親の本当に、いや、この地球上に生まれてきてとても素敵な人間だと思う。え、なんか私ってオンリーワンじゃん。私みたいな人を見たことないって言われるの。だから私はナンバーワンじゃなくてオンリーワンを極めたいの。だからそうやって、そういう前向きな精神本当に偉大だと思う。いやー、偉大。ここで1曲、自分1曲。何の曲？なんかリクエストないの？偉大、偉大、自分が偉大って言う自分の曲。ハリソン。あー、これやばいやばいやばい。ちょっと待ってよ、なんか私あの曲じゃあ皆さんこれ見てありがとうか。あの、お知り合いです。曲しか出てこないんですよ。もうちょっとね、画面がね、耐えきれないということで、皆さん、はい、ここからはあのもう
わりなんで、あの、はい、安心してみてください。はい、ということでね、はい、ハリマのお誕生日もすごく大切なんですけど、はい、大切なんですけど、それより、うん、もっと大事なことあるじゃないですか。そうですね、あの、私たち実はゼップ東京でワンマンライブが4月6日土曜日、そうなんです、そう、迫ってるんですよ。ライブを成功させるためにね、まあ、どうしたらいいか、まあ、このリリースイベントを充実させてね、まあ、新曲の中堅ハチ公まだやってないんですけど、初めあのハチロケの全ての初めてじゃない初め中堅ハチ公をもう引き連れて、あのハチロケのね全ての曲を引き連れて皆さんね、あのハチロケの曲を全てをね好きになっていただきたいと思い、うん、そうですね、私たちは考えております。はい、ということで、今日からハチカラドンでは私たち自身で楽曲解説をしちゃいたいと思います。はい、なんか何だったらちょこっと歌ったりちょこっと踊ったりしてもいいかななんて確かに思います。はい、このコーナーで紹介した曲はですね、番組のアーカイブの公開に合わせてそのライブ映像をつけて、ね、公開して、アーカイブの中に、あの、今生配信だからできないんだけど、あの YouTube ライブになったら、あの、今日はねちょっと違うんだけど、 YouTube ライブだったらアーカイブの中に赤目なんだっけ今やったのベリスコなんか、あの、生放送だから入れられないんだけど、 その生放送の中に入れ込むから、はい、2本の動画が上がるってわけじゃなくて、うん、その動画の中に、あの、赤目の中に収納されて、そう、ライブ映像もつけちゃうよってこと、はい、ね、そちらもぜひ見逃してない。はい、そうですね、じゃあ今日はどうしよっかな、何がいい、やっぱり今11日でしょ、うん、あと3日後でバレンタインじゃん、バレンタインじゃん、だから恋の曲がいいと思う。おあるよね、たくさん始まるよね、でもその中でも私がセンターで始まる曲だから恋メラどう、そう言われたら、まあ、でも今日はね、あの、ペリスコ配信だし、あの、今日はね、ずっと、あの、ライブ映像ペリスコでやってたし、そう、恋メラもしね、一曲目にそれと合わせて見てもらうみたいな感じで、みんな、そう、いい、わかりました、OK、じゃあ、ちょっと恋メラについて、いろいろとか語っていきたい。でも恋メラは、ハチロ系の最初のオリジナル曲、そう、そうなんだよね、オリジナル、ね、初めてもらったオリジナル曲だし、ね、初めて聞いた時、みんなどう衝撃、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 やっぱそうだよね、うん、しかもね、男の人の声だったんだ、あ、そうだ、確かに、カリカリ歌音ね、それね、なんか結構低めの音だから低くならないように明るく歌ってって言われてたんですけど、確かに、なんか歌い慣れてきて最近はさ、ちょっとなんだろう、低めにかっこよさげに歌ってみないみたいな、大人っぽく歌ってみたい、見ないみたいな言われてよね、あ、ちょっとね、最初とかね、ちょっと変化をつけようよみたいなの、いやでも最初聞いた時は、うわー、ハチロケってそういう路線で行くんだなって思ってた、そう、した、でも正直ね、こういう、あの、割と次の曲は何だったんだっけ、うん、あ、ギリギリサマー、そう、ギリギリサマーだったんだけど、ギリギリサマーの最初の歌詞もなんか結構、そうだね、あの、あの血管を指で押した強めに押したっていう歌詞、全然違う歌詞があったんですよ、そう、あったんだけどね、情熱サンライズって曲、そう、情熱サンライズ、だからもう本当にうちらこういう路線で行くんだなって、恋のね、熱い恋の、このソングが欲しいなって、そうね、結構ね、レコーディングの時点で耳に残るさ、そう、しかもさ、振り付けもさ、こうやってメラメラメラ、そう、それはね、メラメラさせる、でも最初の時さ、あのさ、スタッフさんにさ、振りがさ、砂を撒いてるように見えないじゃない、そう、結構あれだけど、自分たちではね、かっこよくやってるつもりだよ、みんな下手だったんだよね、その頃は、そう、声メラが一番好きとか言って、そうなの、嬉しいね、特にみふちゃんとかさ、先生にずっと砂撒いてるって言われてる、そう、みふちゃんに砂かけババアよ、砂かけ代表だった、代表、そう、髪の毛もサボさんの時だった、ねえ、懐かしい、そうさ、初めて見ても真似しやすいよ、確かに、そうそう、なんかライブではさ、一緒にさ、こうやってフリーやったりとか、砂まこ、砂まこ、砂まきましょう、あれメラメラしてほしい、ねえ、ロールとかも出てくるし、一緒にやるの楽しい、あ、正しい振りのやり方、あのね、小指からペロン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 、じゃあちょっと実際にやってみますか、じゃあサビ歌ってみます、はい、せーの、恋はメラメラメラ燃える、メラメラメラ燃える、全身全霊無我夢中、せーの、恋はメラメラメラ燃やす、メラメラメラ燃やす、運命的ビビビビビ、指差しです、違う、君は指差しまで、指差しまで、確かに指差しがちょっと先に今までね、アウト、もし指差しみたいな、指差しみたいな、おもちゃから本当にね、ちょっと
映像とか見ながらね、そうね、たくさん上がってるから、そうだから一緒に練習してライブ会場に遊びに来て、はい、ぜひあのこのリリーベイ期間中もね、はい、こういうのやると思うので、そう、はい、ぜひ現場に足を運んで一緒に砂撒いちゃいましょう。はい、やりましょう。パラパラ砂の曲だ。やばい、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 やばい。さあ、ここからはまだまだ、ここからもまだまだロードトゥーゼップ東京のテーマをもとに、はい、こんなゲームをチャレンジしたいと思います。なんだなんだ、ハチミツロケットといえばグループカラーが黄色じゃないですか。そう、黄色ですね。そう、でもゼップ東京の会場も黄色に染めたいですよね。それが私たち自身が世の中にあふれる黄色いものをたくさん知っていないとダメだと思うんですよ。知るべきだと思うの私。そう、ね、ということで今日は黄色いもの縛りでしりとりをしてみたいと思います。おー、しりとり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 、黄色縛り、黄色縛りってこと、うん、だからなんか例えばだよ、うん、なんかはちみつロケットから始まったら、はい、トウモロコシとか、あーなるほどね、ひまわりとか、あーなんか難しい、もうこれもあるだよ、もうでもさ、はちろくさ、しりとり得意じゃん。そう、割とそうだよ、なんか楽屋でさ、マダムが言いそうなセリフ、そう、リズミカルに踊りましょう。後ろから子供が来ちゃった。だこのママに用事があるのだけれど。言い方、言い方が問題よ。どの音がする？どの音？これはオルゴール。ルールなの？ルールなんて関係ないの。それそれ。ちゃんとしてから入って。あで、手を取ってくださる？こうやね、当たらないことを特典会中にやってるんですよ。だから3で2回は2周回して5回で8回で8回で黄色いものは14個出てくればいいってことだね。じゃあ、はい、まあ、じゃあハチミツロケットから始めますか。そうですね。じゃあまずはしおちゃんから。はい。と。と。じゃあハチミツロケット、トンボの上に乗っかったひまわり。ポップな
ポップな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 チップスタね、確かにポチポストチップスえポじゃダメポップじゃない。ポップなポップなレモンが踊り出した。すごいじゃん。マジでしょ。ポテトチップス。どっち？タ。何でもいいよ。ポポ姿。自由だな。姿ね。タ。じゃあタ。タですよねじゃ。ポップななんだっけ。ポップなレモン。ポップなレモンが踊り出した。タ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 。助けは。タ。助け。助けはいつだってで、黄色い声優え、なにそれなに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 なあ、そうだ、そうだ、そうだ助けはいつだってで、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 で黄色じゃないそれ、そうの手だけだよそうの手みかん、いっぱい食べてるやんみかんたくさん食べてるからね最大の空の手あ、大量にみかんを食べ過ぎた私の手あ、いいよ、いいよで、で、で、あ、手巻き寿司の中の卵焼き。わあ、いいね。うまい、うまい、うまい。き、き、またきじゃん。き、あ、キックしようと思った黄色いボール。ああ、なんで私かなとかね。ラギオ、ラギオ、ラギオ。すみません。最後で、あ、最後じゃなかった。まだまだまだ。ルル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 ル。皆さんこんにちは。あ、アメリカ、アメリカ。やばいやばい終わらないよ終わらないよルンバに襲われた黄色いなんとかみたいなのルンバをペンキで染めた黄色難しいねどこルなんかあるみんな黄色いものみんなちょっとコメントお願いしますルから始まるやっぱりルマンドしか出てこないルーレット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 で黄色いところに止まったらさあやべえ投げやりさあ黄色いとこあるじゃんあら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 さあまたたかたたたた難しいねこれルーってやった方がいいねルーってやった方がいい次の人にパスされるもんねえ、なんだろうルーマニアの国旗わかんないわいいたたくさんのはちみつおーつつつつきあーやったーやったー何分かかったんだこれなんかえ、すごいいい感じになんかもうバナナの方がスムーズにバナナの方が余裕にバナナのバナナのいいやつ面白いよみんなはやってみてやってみてまだ欲しいまだ欲しいだけライブに関係ないどんなチャレンジをするのか以上ロードトリップ東京のコーナーでしたロードトリップ東京のコーナーでしたロードトリップ東京はいはいやさせてねはい難しいじゃあ告知情報を花山さんはいお願いします遅刻したからね始まりました花山翔の一旦コマーシャルイエーイはいというわけではちみつロケットですねまず今週の14日バレンタインデーに森青葉と播磨麗奈と君野舞花が下北 FM に出演しまーすこれは公開生配信じゃないのなんていうの公開収録生ラジオ生ラジオなので7時からなのでぜひ皆さん下北沢に遊びに行ってこの特典もやるよ特典会特典会もやるので何だっけあ店 iPhone なの iPhone マジなるほどなるほどそれなるほどねそうで14だから播磨が17歳になった次の日なのでぜひ播磨直接おめでとう伝えてくださいそして週末は17日にニコニコ本社さんにてこの中堅8校私たち4月じゃないです3月20日に中堅8校というホースシングルをリリースするのでそちらのねリリースイベントがニコニコ本社さんにて17日になります
けど、そうだよね、ニコニコね、出たいんですけど、まあ、いないので6人でこの日は頑張ります。はい、そしてなんといっても4月6日の ZEP 東京です。イエーイ、私たちのファンクラブ、無料のファンクラブ予報情報センターにて、はい、予報情報選考の受付を今してるので、まだしてないって方はぜひよろしくお願いします。お願いします。チケットピクチャーの応募してくれた方、受付してくれた方は全員ピクチャーチケットになって、うん、そして入場も早めにできて、そしてその中から抽選で100名様に、うん、メンバー7人のサインと、うん、そのあなたの推しメンからの宛名付きでプレゼントされます。イエーイ、超お得なんです。私も欲しいので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。というわけで、花山賞の告知のコーナーでした。みんなで行きましょう。はちみつロケットの8回。